ハンターハンター、面白すぎませんか？こんなのが毎週読めていいんですか？数時間分の動画をきちんとチェックして、やはり仕事ができるヒンビニさんですね。そう。クロロの制定したルールや、サザンの城を攻めた時のゲームみたいなノリといい。幻影旅団こそ、モルプグ最強のギルドなんですね。LV20 が、ほとんどで、エイズも、LV40 しか得ない、発足当初のやる気あるギルドが漏れなチームで。全員、レベル100とか限界突破して、120になったギルドが幻影旅団でしょ。スラムのチンピラだった、幻影旅団最高でしょ、最高でしょ。幼女マジが、無謀をジャイアンの手下って最高でしょ。で、明言された制約が、命は命でしか贖えない、何も奪うな。これは、11巻の流星内の説明の、仲間一人が、不当に3年間拘束された、自由を奪われた報復に、31人の命で、31人の命を奪うにも合致します。でも、だとすると、幻影旅団のクルタ族襲撃がおかしいんですね。ゼロ巻によると、128人のクルタ族が、幻影旅団に、全員殺されたけど、死体は256体ではなくて128人、クルタ族襲撃は、命で贖ってないんですよ。幻影旅団が発足したのは、この、命でしか贖えない制約ができた後なので、クルタ族は、流星内の命を、128人以上先に奪っていたから、報復として襲撃されたということになります。ここからは俺の予想ですが、クルタ族は、キレルと名が黄色になり、エンペラータイムが発動し、幻影旅団が手こずるレベルに全員強くなる。キレルと、割と見境がなくなって、その人間離れした力を振るう。なので、まあ差別されるのもしょうがないかなと思うんですよね。むしろ、銃器ができる前は、圧倒的な武力によって、まさに皇帝の一族だったんじゃないですか。で、革命にあって滅ぼされかけて、クルタ族は悪魔という言い伝えが残った。滅ぼされた王族が悪魔化されるのはよくあることです。クルタ族は、実際に切れると怖いしね。そして、悪魔として迫害されたクルタ族は、目薬で黄色の目を隠すために苦心した。その結果、黄色の目を抑える目薬を生み出した。ゼロ巻で出てきた、失敗作、黄色の目を固定する目薬は、その過程で生まれた。ただし、その目薬の素材は、生きた人間、または生きた眼球だった。クルタ族は、目薬を作るために、材料の生きた子供、または生きた眼球を買っていた。それは流星内の子供たちだった。クルタ族は悪魔として差別され、生き残るために必死、で、流星内の子供たちの命を、少なくとも128人以上奪っていた。幻影旅団は、その悪魔のような諸行の報復として、クルタ族を襲撃した。クラピカは、その真実を知らずに、幻影旅団を、悪魔のような集団だとして追っている。あるいは、それを知ってしまったから、仲間の目を集めて鎮魂することに専念してる。エモすぎますね、エモすぎるんですよ。ゼロ巻で、クルタ族のことを探りに来たシーラは、おそらく、裏取りをしに来た石膏でしょう。そして、流星内の子供たちの命をクルタ族が奪っていたことの裏が取れたから、幻影旅団が襲撃した。ところで、シーラが、流星内のスラムでも、フリフリのドレスを継ぎはぎで作ってきてるのとか、ネズミにカチューシャもつけてるあたり、いつも、スーツで、十二神、ネズミのパリストンと共通点がありすぎですよね。グリード、アイランド。創設者11人のうち、G ジン、R レーザー、E エレナ、E イータ、D ドーン、I イクションペ。L リスト。残り S、A、N、D のうち、S がシーラでシーラ。デゴンの母親だったりする。うおうおう、おお、ハンターハンター来週も楽しみすぎる。